スノーマン・渡辺翔太、タイムレスプロジェクト、エピソード03に登場増員を経験したからこその覚悟を語る。新メンバーを募集しているタイムレスによるオーディション番組、タイムレスプロジェクト・オーディション・エピソード03が、10月11日、金曜日夜10時からネットフリックスにて世界独占配信がスタート。スノーマンの渡辺翔太がゲストとして登場する。新メンバーオーディションにかけるタイムレスの覚悟を9月13日、 ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしたタイムレスプロジェクトオーディションエピソード01と02ではエントリー数18,922件の中から選ばれた350名が2次審査を経て36名まで絞られた10月11日からのスペシャルエピソード覚悟では4月1日に発表されたこのタイムレスの新メンバーオーディションにかけるメンバーの覚悟により焦点を当てた内容が放送される 増員を経験したスノーマンだからこそのアドバイスを語る渡辺翔太様々な覚悟を持ってこのオーディション開催を決めたタイムレー周囲から賛否両論の意見がぶつけられる中、菊池風魔が今一番あって、話を聞きたいと思った親友、渡辺との対談が実現。渡辺は、増員を経験したスノーマンだからこそのアドバイス、そして新メンバーを迎える側の覚悟と思いを語った。また、本編では、 36名の候補生がタイムレス新メンバーの座をかけ切磋琢磨する3次審査の模様も配信される。オーディションはこの後複数回の審査を実施し、2025年初旬には新メンバーが決定する。このプロジェクトの模様の一部は、タイムレスの公式 YouTube、公式 SNS でも配信中。